今日は台湾カステラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は炊飯器で台湾カステラを作りたいと思います。はい、ということでふわふわの台湾カステラを作っていくんですが、今回は炊飯器を使って作っていきたいと思います。さらにですね、通常薄力粉を使って作っていくんですけれども、今回はホットケーキミックスを使って作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、ホットケーキミックス、サラダ油、お砂糖、牛乳。今回はこちらの5つの材料で作っていきます。まず卵はですね、今回 M サイズを使っていきます。あとはね、ホットケーキミックスはね、普通のホットケーキミックスです。そしてサラダ油ですね、今回私はですね、キャノーラ油を使っていきます。こちらをですね、米油などで代用していただいても OK です。オリーブオイルでね、たまに代用できますかっていう質問とかもあるんですけれども、オリーブオイルは香りに癖があるので、香りに癖のない油がおすすめです。ではですね、作る前にこちら今回炊飯器で作っていくので、この炊飯器の内側にサラダ油を薄く塗っておきます。キッチンペーパーにね、サラダ油を染み込ませて、そして塗っておきましょう。ちょっとね、古い炊飯器とかね、こびりつきやすい炊飯器の場合は、内側にね、クッキングシートを敷いていただくといいかなと思います。はい、OK です。このように薄く塗っておいてください。こちらは生地を作る前に必ず準備しておきましょう。それでは生地を作っていきます。まずボウルを2つ用意してください。卵をですね、白身と黄身に分けていきます。白身は泡立てますので、大きめのボウルに入れるようにしてください。それでは分けていきます。はい、このように卵白と卵黄を分けてください。こちらの卵白はですね、使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。そうすると泡立ちが良くなります。続いてこちらの油を耐熱のボウルに入れてください。そうしましたら、この油をですね、電子レンジで一度加熱します。この後ね、ホットケーキミックスを混ぜていくんですけれども、このように最初に油を温めていただくことで、ホットケーキミックス自体が水分を含みやすい状態になります。そうすることで、とてもふわふわっとした柔らかい仕上がりになります。それではこちらを電子レンジ600ワットで40秒加熱します。40秒加熱しました。このね、下の底の部分がね、ちょっと熱くなってるので、火傷しないように注意してください。そうしましたら、こちらホットケーキミックスをふるって加えます。ホットケーキミックスはね、ダマにならないように必ずふるって加えてください。はい、加えました。そしたら手早く混ぜましょう。はい、OK です。このようにね、ダマができないようにしっかりと混ぜてください。では続いてね、こちら牛乳入れるんですが、この牛乳も電子レンジで温めて加えます。電子レンジ600ワットで20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。そしたら牛乳を加えます。このね、牛乳も温めてあげることで、よりね、水分が含みやすい状態になっていきます。これをよく混ぜましょう。はい、こんな感じでね、牛乳を加えていくと、ちょっとね、ねっとりとした生地になってきます。そしたら続いてここに卵黄を加えていきます。この時ね、生地があまりにも熱すぎる時は、少し粗熱を取ってから卵黄を加えるようにしてください。そこまでね、多分熱くなってないと思うので、そのままね、続けて作業していただいて大丈夫かと思います。ではここにまずね、一つ卵黄を加えてください。そしてよく混ぜます。よく混ざったらまた一つ加えます。そしてよく混ぜます。こうやってね、一つずつね、よく混ぜていただくことで、生地の馴染みが良くなります。そして最後加えます。そして混ぜます。はい、 OK です。卵黄生地はこんな感じです。このぐらいタラタラタラーと生地がつながって流れ落ちるぐらいですね。このぐらいの生地の硬さになります。ではこちらはね、使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて卵白を泡立てていきます。今回私はですね、ハンドミキサーを使って泡立てていきます。こちらね、ハンドミキサーがない場合は手動の泡立て器でも大丈夫です。その場合はこの泡立ち具合を参考に泡立ててみてください。それではまず、何も入れてない状態でハンドミキサーの高速で20秒泡立てます。はい、今ね、20秒泡立てました。そうするとね、このようにキメの粗い泡が立ちます。そしたらここにお砂糖を全部加えます。一度にね、入れちゃって OK です。では続いてこちらをハンドミキサーの高速で1分泡立てます。
はい、OK です。このように角がチューンと立ってすぐね、先端が折れるぐらいですね。このぐらい柔らかい角を立ててください。今ね、ちょっとまだキメが粗い状態なので、最後は低速で1分泡立ててキメの細かい仕上がりにしていきます。では泡立てます。はい、OK です。このように先端がチューンとね、お辞儀するぐらいですね、柔らかい感じのメレンゲにしましょう。それでは2つの生地を合わせていきます。まずですね、こちら卵黄生地の方にメレンゲを1すくい入れます。そして1回目は泡立て器でよく混ぜましょう。2つの生地をなじませるイメージですね。このように混ぜたらもう1すくい入れましょう。そして2回目は泡立て器を使ってふわっと混ぜていきます。こんな感じでね、ボウルをこのように回しながら混ぜていきましょう。はい、そして3回目ですね。3回目はこちらのメレンゲのボウルに卵黄生地を流し入れます。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。では一度に入れます。はい、OK です。それでは最後はですね、ゴムベラでふわっと混ぜていきます。下から生地をね、持ち上げるように混ぜていきましょう。この時もね、ボールを一緒に回していただくと混ぜやすいと思います。こういうね、ちょっと塊があったら、こうやってゴムベラで切るように混ぜてみてください。そうするとね、綺麗に混ざっていきます。メレンゲの塊がね、できないように混ぜましょう。なのでメレンゲを泡立てすぎると、ここでうまく混ざらなくて、たくさん混ぜなきゃいけなくなってしまいます。そうすると膨らみにくくなったりとか、あとはしぼみやすい原因になるので、メレンゲの泡立てすぎには注意してください。はい、OK です。このようにね、メレンゲの塊がないように混ぜてください。生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラーとつながって流れ落ちるぐらいの硬さになります。では炊飯器に流し入れます。はい、OK です。そしたらね、竹串で一度ね、ぐるぐるぐるっと混ぜましょう。そうすることで大きい泡をね、潰すことができます。はい、OK です。あとは少し高いところから 2,3 回落とします。はい、OK です。それでは今から炊飯していきます。それではね、炊飯器をセットしてください。そして蓋をします。このまま通常炊飯していきます。私の炊飯器だとね、通常炊飯だと60分になります。この時間に関しましては、炊飯器の種類によって異なる場合があります。なので一度しっかり炊飯して、その後は様子を見ながらね、時間を調整していきたいと思います。ではこのまま炊飯します。はい、炊飯が終わりました。それでは開けます。いきます。じゃじゃーん。はい、こんな感じでふっくらとした仕上がりになってます。こんな感じです。では出来上がってるかどうかチェックします。竹串を用意して真ん中を刺してください。そして生の生地がついてこなければ OK です。この時にね、まだ生の生地がついてくる場合は、追加でまた炊飯してください。追加で炊飯するときは、だいたい20分から30分おきぐらいにチェックしていただくといいかなと思います。たまにね、自動炊飯で勝手にね、炊飯時間が変わる場合があります。なのでタイマーとかでしっかり時間を計っていただくといいかなと思います。それでは取り出したいと思います。やけどしないようにね、軍手などをしてください。よいしょ。はい、こんな感じでプルプルに仕上がってます。ではね、お皿を上にかぶせて裏返します。よいしょ。では開けます。オープン。じゃじゃーん。はーい、こんな感じで美味しそうに焼き上がりました。プルプルです。これで完成です。はい、これで炊飯器で作る台湾カステラの完成です。こんな感じに仕上がりました。では切りたいと思います。はい、こんな感じでふわふわに仕上がってます。プルプルです。はい、このように中身もふかふかに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。ふわふわです。ではいただきます。ふわふわです。すっごく柔らかいです。おいしい。そしてとてもしっとりとしてますね。もうオーブンで焼いたものとね、ほとんど食感も一緒ですね。そして甘さもちょうどいいです。はい、ということで
今日も美味しく仕上がりました。今回の炊飯器で作る台湾カステラのポイントです。まず作る前にですね、炊飯器の内側に油を塗っておいてください。そうすることで取り出しやすくなります。そして卵なんですけれども、卵は最初に卵白と卵黄に分けていただいて、そして卵白は使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。そして生地を作る時なんですけれども、油と牛乳を温めていただくことで、ホットケーキミックス自体が水分を含みやすい状態になります。そうすることでとてもふわふわしっとりで美味しい台湾カステラに仕上がります。これがね、ちょっと台湾カステラの特徴なんですけれども、ぜひ油を温めて作ってみてください。今回私はですね、キャノーラ油を使ってるんですけれども、こちら米油とか香りに癖のない油で作っていただいても OK です。ただオリーブオイルに関しましては結構香りが強いので、オリーブオイルはね避けていただくといいかなと思います。そして卵白を泡立てる時のポイントです。卵白はですね、泡立てすぎると卵黄の生地と混ぜにくくなってしまいます。なので柔らかい角が立つぐらいまで泡立てるようにしてください。ただね、泡立て不足でもね膨らみにくくなってしまうので、動画みたいにねチューンと角が立って先端の部分がお辞儀するぐらいですね、そのぐらいのメレンゲに仕上げるようにしてください。あとはもう卵黄の生地と混ぜるだけなんですけれども、1回目はね泡立て器でしっかりめに混ぜていただいて、2回目からはふわっと混ぜるようにしてください。そして3回目はですね、メレンゲのボウルに生地を移し替えていただくと混ぜムラを防ぐことができます。この時メレンゲの塊ができないようにふわっと混ぜてください。なんですけれども、ここで混ぜすぎるとね、こちらも膨らみにくくなる原因になりますので、混ぜすぎには注意していただけたらと思います。あとは炊飯器で通常炊飯して仕上げてください。このね、炊飯時間に関しましては、炊飯器のメーカーによってね適正な時間が変わってくると思います。なので一度炊飯したら竹串で真ん中を刺して生の生地がついてこないかチェックしてください。もしねここで生の生地がついてきた場合は、また追加で炊飯していただけたらと思います。2回目からはだいたい 2,30 分おきにチェックしていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は炊飯器で台湾カステラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいねフォローシェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。